あの手この手で、この現代の草食系の、若者たちを燃える集団にしているということを表して、ということなんですが、一体どういうところから着手していかれたんですか、一番最初。会社の経営理念、価値や経営、はい、ありました、はい、これは今も続いてます、うんうん、ところがですね、まあ、会営理念というのは会長が作り、あるいは私も一緒になっていろんなものを文言作ったりとかしたんですけども、はいはい、トップダウンなんですね、うん、トップダウンで、ある時に私エピソードがありまして、はい、店長面談というのをやってましてね、はい、で全員の店長と1年に1回1時間ぐらいの面談をするわけですよ、はい、でいろんな話をしている中で、はい、ある店長、ベテラン店長です、はい、でいろんな話、でもそれはな、うちの経営理念に合わないんじゃないかっていう話をしたわけですよ、うんうん、そしたら、うちの経営理念分かるよねって言ったら、うん、知らないってわけですよ、店長さんが。もうベテラン店長が経営理念言えないのという話になったんですね、はい、そこで私はショックを受けて何人か確認したらね、はい、やっぱり会社の経営理念って難しすぎて理解できないとか、はい、え、当時から価値ある経営であったんですよ、はい、あったんですよ、はい、でそれが浸透してなかったんですよ、はあ、でこれはまずいなと、まずいと、うん、これを捨てるわけじゃないけども、はい、やっぱりもっと自分の言葉として捉えられる思いを、うん、具現化しようということで、うん、7つのスピリッツっていうのを作ったんですよ、うん、なるほど。でこれはブロック長を中心に現場の人を集めながらね、はい、半年かけて、はい、我々が大事にする価値観は何ぞやということで、うん、7つのスピリッツっていうものをまとめたんですね、はい、でまとめた瞬間に最終決定は私しましたけども、はい、じゃあこれをどうやって浸透させるかっていうのを、うん、もう彼らが考え出したんですよ。なるほど。まとめた時点で。時点で。考え始めた。そう、考え始めた。これやっぱり朝礼で言わなくちゃいけないね、はい、でも朝礼で単なる言ってたんでは押し付けになる。押し付けになる。じゃあこれどうやってやるかっていうのを、うんうん、彼らはカラオケボックス行って、うん、ここでみんな発声の仕方であったりとか発声、うん、朝礼での、そう、はい、そういうのをね、はい、工夫しだしたんですよ。そうしたら彼らは思いを持って店舗の人たちに伝えますんで、はい、社員並びにもうアルバイトが自分の言葉としてそれを共有するようになったんですね、うん、でこのスピリッツとの共有をまず進めて、これがある程度行き渡ったなっていう段階で次にですね、気づきメモっていうのは始めたんです。これは、まあ、ある外部の、ね、はい、コンサルティング会社の提案だったんですけども、はい、気づく力っていうのは、うん、外食業、小売業においては、ね、やっぱり非常に重要だし、うん、この気づく力があるかどうかっていうのは、うん、仕事だけじゃなくて、うん、プライベートにおいてもね、確かにやっぱり人生に大きく差がつくよと、はい、これを得得して、うん、損になることは絶対ないと、ないと、うん、いうことで気づくメモを推進したらどうですかという提案を受けて、じゃあそれをやろうと、はい、でそれは実はもっと前に提案されてたんですけども、はい、このスピリッツが浸透してないとね、うん、何を目指して気づけばいいのかっていうのがわからないわけですよ。方向づけがない状態、方向づけない、うんうん、でもこれ今このスピリッツ浸透はしたな、はい、じゃあ気づきメモやろうということで始めましてね、はい、なるほど。気づきかけなくても、はい、例えば書く、読むだけでもね、はい、何々ちゃん普段ねあんまりおとなしいけど、うん、こんなこと考えてるんだとか、うん、あるいは気づきに対して店長とか他のアルバイトもコメントをするようになってるんですね、うん、で店長も全員とですね日々コミュニケーションなかなか取れないんだけども、うん、はい、この気づきメモの返信で、うん、あ、店長こういうことを思ってんだとか、こういうアドバイスを、あ、私のことこういうふうに見ててくれたんだとかいうことが、これを通じて単なる気づき力だけではなく、うん、コミュニケーションツールにもなってるんですね。なるほど。でこれコミュニケーションツールは店舗内だけではなくて、はい、それが1ヶ月に一遍集められて、うん、気づき読み合わせ会というのをやるんですよ。読み合わせ会、ね、それは私も出席してね、うん、まさかその今集められている2万何千枚全部じゃなくて、はい、各ブロック長が選んだ何枚かのメモをずっと読み合わせをして、その時のベストオブザマンスを決めて、幹部社員でやるんですか。そうです、ブロック長を集めてね、うん、で、私も社長人押しメモっていうのも選んで、それを気づき通信ということで全店に配信するんですよ。で広報の人間が取材に行ってね、顔写真付きで、普段気づきメモどういうふうに活用してるんですかと、このメモどういうきっかけでこういうことを書いたんですかっていうようなインタビューをしながら、その紹介をすることによって、一人のメモの一人の気づきがですね、全
店舗に、まあ、共有されると、共有できるように、こういう仕組みでもあるんですね。なるほど。その中で、まあ、本当に気づきという部分もありますし、はい、提案のメモもありますし、我々が何かを推進しようと思った時に、うんうん、そこのネットワークにも使えるんですよ。なるほど。こういうことを推進したけどみんなどう考えてるのかな、じゃあちょっと気づきで提案してもらうと、はあ、いうことにも使えられます。でそういった、まあ、プラットフォームを使いながら、はい、研修もプラスアルファしながらなんですけども、やっぱりオフ JT とOJT を捉えた場合においてはね、はい、オフ JT も当然体系化するためには必要なんだけども、うん、やっぱりOJT が一番大事であって、うん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 、それの一つがこの気づきメモになってるかなというふうに思いますし、もう一つは先ほど申し上げた店舗ミーティングっていうのがあるんですけどね、はい、毎月1回店舗においてのミーティングをするんですよ、うん、でこれのうちの一番特質はですね、はい、参加率が 97% ぐらいあるんです、はあ、店舗内でスタッフが全員集まって、アルバイトさんが集まってやるミーティングが 97% 出席です。出席です。店長会議はね、はい、もちろん社員ですから集まってくるのは当たり前、はいはい、でもアルバイトはクラブ活動もあるし、うん、他のアルバイトもあるし、うん、デートもあるし ね、 そ、 うですね。そんな中において月1回 97% 集まるんですよ。でこれにおいてもね、はい、最初私スタートした時は 60% 台のスタートだったんですよ。でそれの中身も、まあ、みんな集まってきて、まあ、店長の独演会ですよね、はい、で店長がまあ喋ってですね、思いで喋ってくれるならまだいいんですよ、うんうんうん、そうじゃなくて、うん、会社がこういうことをやってる言ってるからこれやんなくちゃいけないよとなるほど、こういうような話を、はい、例えば高校生の女の子なんか聞きに来たってね、うんうん、面白くもなんともないわけですよ、はい、だからどんどん出席率悪くなってきて、はい、でそれも2012年のリーダーミーティングの時にメインテーマにしましてね、はい、この店舗ミーティングをどう活性化するかということで、私はこの店舗ミーティングを始める時に2つ原則をその後作ったんですよ、はい、まず参加率1回で 80% 以上、うん、店長の発言率 10% 以下、以下、これで原則を、まあ、共通していれば、はい、どんなやり方でもいいよということで原則を作ったんですね、もう 80% 以上も 10% も根拠ないですよ、はい、でも 80% 参加していればね、うん、そこにおいて何かをいろいろ決めるわけですよ、うん、決めるプロセスを 80% の人が共有してたら、うん、どういう理由でこれになったかっていうのが分かるわけですね。あるとコンセンサスが作れる。そうです、うん、そうじゃないと店長が言ってこれ決まりましたよって言ったって、ね、ってなるわけですよ。そうですね。もう一つは 80% 参加して決めたら、はい、そこに参加者の責任感が生まれる、責任感が生まれる、自分たちが決めた以上これをやるんだっていうことで 80% になったんですね、はいはい、うん、でところがそこまで行ってなかった、はい、でミーティングのやり方を変えるときに全員で集まっていろいろ検討した結果、はい、まず日程、うん、テーマ、うん、自分たちで決めましょうと、うん、で店長にはオブザーバーになってもらうと、いかに学生さんたちが中心で参加しやすいような日程かっていうの大事だし、はい、店長がここでやるよって決められていくことじゃなくて、自分たちが決めた日程だから、そういう責任感を持ってやってくれますし、それテーマにしてもね、やっぱり押し付けじゃなくて、自分たちが本来こういうことを話し合いたいなとか、話し合わなくちゃいけないなということを決めていけば、そこに対しても前向きにね参加してくれると、まあ、こういったことでね、まあ、このプラットフォームが大きく言うと2つ出来上がって、いわゆる自ら考えて行動する集団になってきたということですね。でそのベースがあって、さまざまな研修を加えることによってプラスアルファで伸びていってもらうということですね。まずは最初に採用のね、はい、そのインナー採用があって、はい、いわゆる意識の高い人を入れて、はい、入れて自ら考える土壌構造を作って、うん、そこに対してプラスアルファで研修をしていく、うん、でそこであとは効果をして処遇をしていくっていうことの中で回していくっていう、こういう仕組みが出来上がったんですね。なるほど。順番で言うとインナー採用ですね。インナー採用ですね、そしてスピリッツがあって、で気づきがあって、気づきメモがあって、はい、店舗ミーティングがあって、店舗ミーティングがあって効果があり、人事効果、処遇があり、処遇がありと、こういう流れ順番なんですね、それはでも一段ずつ積み重ねてきた結果がそうなってると。
時代を超える普遍性の高いメッセージをですね、未来の日本人たちに届けていただきたいなと思うんですが、はい、何かいただいてよろしいでしょうか。そうですね、はい、これからますますですね、まあ、今もそうなってますけど AI であったりコンピューターであったりとか、このデジタルっていう部分がますます進化していくと思います。我々のこの外食業においては、はい、おそらく多くの店舗でロボットによるサービスというものがね、はい、もう一般的になっていくかと思います、はい、うん、でも我々はそんな時代にあっても、はい、唯一と言ってもおかしくないぐらいに、はい、やっぱり人による感動を届けられる、はい、そういった業であり続けたいなというふうに思ってます、はい、人による料理、人による接客サービス、はい、まあ、こうですね、まあ、人の成長によって店舗価値を向上させて、お客様に満足感動を味わっていただいて、たかだか人生における2時間かもしれない、はい、でもされど2時間、幸せな時間を味わっていただくということを常に目指していきたいなというふうに感じております。なるほど、人による感動を100年先にも、ね、はい、なるほど、これを作りつけたいと思ってます。高橋社長、今日は大変貴重なお話、お時間をいただきまして本当にありがとうございました。高橋社長、ありがとうございました。